はい、どうも、こんにちは。山本流星と申します。このチャンネルは、有名人を占う動画になります。今回は、関ジャニエイトの横山裕さんを占っていきたいなと思います。内容はこちら。えー、性格、そして今後どうなるか。で、今期も適当なんかを、まあ、占っていきたいなと思います。えー、ということで、まあ、始めていきたいなと思うんですけど、えー、今この動画をご覧になられている方っていうのは、えー、ファンの方ですかね。あの、関ジャニエイトの ファンの方でしょうか横山さんえっと、えっとですね、まあ、個人的には、よ、完全にエイターのこととか、横山さんのことか、あんまよく知らないんですよ。まあ、知らないって言っても、あの、私、ギター弾くので、まあ、カンジャムっていう番組は、前に見てました。あの、あの番組見てて、ちょっと、思ったことをちょっと言うと、あの、ジャニーズの方って、まあ、歌って踊ったりとかできるじゃないですか。で、あの、え、楽器がめちゃくちゃうまいっていうか、え、弾けんのと思って。 す,すごいですよねあのプロの方とセッションしてたりとかあの歌って踊れて楽器が弾けるっていうすごい人たちだなっていう印象なんですよねもうあのでしかもなんだろうやっぱ番組もすごい面白かったしで同世代なんですよ関ジャニエートの皆さんって私はねだからすごく応援したくなるというかでもまあそれぐらいのことしか実はあんまり情報知らなくて今回占うにあたってあのもしファンの方、えー、いらっしゃいましたらですねあの あここ合ってるよとかね、ちょっと、あのー、教えていただけましたら、コメント欄にね、書いていただけましたらね、めちゃくちゃ嬉しいです。はい。ということで、あのー、始めていきたいなと思うんですけども、えー、まあ、まず、あ、占いに当たりましてですね、まず私が作ったオリジナルの鑑定プログラムというのを使っていきます。今ね、この画面にこう表示されているものなんですけども、あの、これを言わないとですね、この画面は一体何なんだっていうことで話が進んじゃいますんで、一応これ毎回ちょっとオープニングで言わせてもらってます。あのー、 まあ他の占いとかとのやり方はちょっと違ってですね。私はあのウェブプログラマーなので、プログラミングであの細かく計算してあの占ってるんですね。なんでまあ他の占い師と違って結構細かくがっつりと情報を出してるんですよ。ちなみに今この動画をご覧になられてるあなたも、この動画でやってるみたいに同じようにえ使うことが で、ききますす占えることができるんでんねで、えー、例えば自分の性格のこととか、あの人生の流れ、どんな流れに自分の人生になるのかとか、どんな才能があるかとか、あと、あの、結婚、離婚、なんだろう、結婚しちゃまずい時期とかあるんですよ。あの、危ない時期あるんですよ。あの、事故、怪我しやすい時期とかね。で、これ結構、これが結構当たるんですよ。で、これをね、ちょっとできればちょっと見てもらいたいっていうか、ぜひぜひ。で、それはね、この動画の、この概要欄に、このリンクがあるので、 こちらクリックしていただけましたら、あのー、その、なんていうか、占いプログラムの、あのー、ページに飛びますんで、もうぜひぜひ、あの、特にほんと危険な時期はん、ね、見てほしいんですね。はい。で、ぜひ使っていただきたいなっていうのと、あとあの、この、えー、これがそまあ上のリンクなんですけど、下の動画、下のリンクはですね、私あの、まあ、占い、なんていうか、鑑定士講座っていうのをやってまして、なんだろう、まあ、この動画見てたら多分、なんでここまでわかるんだって、多分思うことがあると思うんですけど、あのー、なんだろう、まあ、この占い師講座、 鑑定士講座はですね、まあ言ってしまえば私の動画のネタバレみたいな、まあ、ものなんですけど、あのー、もしね、占いを私もやってみたいって思われるか、思ってるか、まあ、方がいら,いらっしゃいましたらですね、あの、この占い師講座っていう、まあオンライン動画学習講座なんですよ。で、こちらやってますので、よかったら、あの、受講してみてください。あの、この動画でやってることの、まあノウハウを、まあほぼほぼ全部詰め込んでます。あのー、まあ例えば、自分もそうですし、他人のこととかね、いろいろわかるんですよ。あのー、 本当はタブーなんだけど、色式とかね。あと、自分の、自分と合わない人も、まあ、身近で分かるし、家族のこととかね。あと、あの、自分でできるとね、だいぶ、もう、人生全然違ってきます。要は、仲のいい人とかね。あと、なんだろう、結婚相手とかね、大体そう見抜けるんですよ。あ、この人ダメだな、とかね。実際私使ってますからね。これ、使、使いましたから。はい。奥さんすごいいい人で。はい。あとね、これ、やっぱり副業になるんで、もうね、 これからの時代、少子高齢化ですからね。もうこういうスキル絶対身につけてた方がいいと思うんですよ。そう思って、まあ多分、あの、役に立つかなと思って作ったんですよね。はい。もう、あと内容もそもそも面白いですから、もうぜひぜひ、あの、占い師講座、あのー、基礎、基礎編だけでも十分、占い師として活動できるような内容になっていますので、ぜひぜひ、あの、ご利用ください。あと、あくまでもこの動画でお話ししている内容は、占った結果であって、実際の性格や事象などを表すものではありません。では、行きましょう。 はい。ということで、これがまあ横山さんを表す要素なんですけども、皆さんが使う、まああのー、プログラム上にはこれは表示されません。あくまでもこの動画の撮影用に、これは私が見やすいように表示させてるだけです。えー、っとですね、まあ、ここに性格とか、 適職とか恋愛結婚とか家庭環境、危険な時期、人生の流れとか、あのー、ま、会員限定動画とか、まあ、あこれはま、一年ごとの運勢を表したものなんですけども、えー、皆さんにね、もし使う時に見てもらいたいところがあるとしたら、まあ、ここ危険な年ですね。まず最初に見てもらいたいのはここです。あのー、この時期に、あのーけ、あのー、結婚とか転職とか引っ越しとか、ここはね、みんな、皆さん、人それぞれ違うんですけど、こことにかく見てほしいですね。ここがま、ここでうままあ、動いちゃダメなんですよ。で、 ここで亡くなってる方とか事故で事故、なんか要は思いもしないような事故が巻き込まれたりとかね。そういう結構ここ当たるんで、あと良くない月が6月、7月とか、こういうふうにここをまず見てもらいたいですね。はい。そうですね。まずここをまず見てもらいたいなっていうので、まあとりあえずじゃあちょっと、えー、事前にですね、横山さんを占ったものをまとめてますんで、それをちょっと表示させたいなと思います。まず性格を占ってみたんですけど、 あのー、まあ、繊細でワイルドだなっていうのが、ま、第一印象ですね。あのー、まあ、細やかで、周囲に、周囲に、あの、これ私は横山さんのこと全く知らないですよ。で、全く知らないですけど、占っててっ、もあのー、そうだろうなっていうふうに、あのー、思った結果を言ってるだけですからね。えー、細やかで、周囲にとても気を使う人なのかなっていうふうに占ってて思いました。で、細かいところもかなり見えてしまうし、すごく気になるってしまうというか、で、こだわりが強くて、 あ、合ってますファンの方 <laughs> はい。合ってるかなで、で、あとあの、男っぽいというか、人情家で、あの、すごい優しくて、あと家族思いの人なんじゃないかなっていうのと、あとね、なんだろう、ちょっとワイルドっていうか、ガテン系っていうか、なんだろうな。なんかそういう要素がありますね。男っぽい、ガテン系。なんだろう、ちょっと感情、なんだろうな。親分肌、兄貴肌みたいな、兄貴っぽい感じがします。で、えー、なんですけど、 家族思いで兄貴っぽい、なんだろう、親分肌っぽいとこがあるんだけど、でも怒らせると怖いというか、もう切れたら一番怖いのがこのタイプの人ですね。で、えー、だから、なだろう、潜在的に攻撃性が強いというか、カッとなったらこうやっちゃうような怖さがありますね。で、あの、えー、そうですね、いい親だなという。で、 そのなんだ25歳まで多分きっとすごくいい人と出会ってきたのかなと思いますね。であと配偶者との不和衝突の要素があるのと、えー、あと性格的にまだプライドが高くて理想が高く努力家で好き嫌いがは,あのはっきりしててあの激しい感情の持ち主の方かなというのは占ってて、えー、思いました。で、えー、人間関係のトラブルが起きやすくて特に異性関係。 かな問題ありと出てます。で、口は良くないと。で、ズバッと言っちゃう。で、えーまあ、屋上度というタイプなんですけど、えー、このタイプの人はですね、非常に霊感が強いと言われているタイプで、あのーで、親と縁が薄いと、その傾向はより強くなるんですね。で、あのー、まあ、屋上度のタイプで、他の有名な方で言うと、ミスチルの桜井さんみたいなね、要は、桜井さんってすごいじゃないですか。 あれだけの名曲をいっぱい生み出してて。で、要はそれがら、ね、その感,感性が鋭いというか、頭にアンテナが刺さってるぐらいの、まあ桜さんはもう他の,他の要素もすごいんですけど、だからアーティストなんかにはまあ結構ぴったりかなって、あのー、横山さん占ってて、まあ思いますね。だから完全に活動は合ってるんじゃないかなって、本当に思いますけども、まあ、まあ、話、続けていきますけど、まあ、目上の人に愛されたり、周囲からの支援があるっていうふうに出てるのと、 あですねやっぱりそ目上の人から引き立てがやっぱあ,る、ね、ありますね。援助とか社会的信用なども得られて大いに発展していくというふうに占ってて出てます。はい。で、えー、じゃあちょっと、えー、中身をちょっと見ていきましょうか。そうですね。やっぱりあの激しい情熱を内に秘めた静かな人って感じですね。うん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 。そうはは心が激しいというか、やっぱ目上に愛されると。うん。芸能人に多いですね。はい。 うん、アーティスト肌ですね。はい。うん。神経質。アーティスト肌。感受性が鋭い。傷つきやすい。そう、繊細なんですよ。内向的。そうですね。はい。内向的ですごく繊細な方だなあという。うん。感じですね。うん。やっぱ家族を大切にする。家族思いなとこがありますね。うん。合ってますかねうん。よくしゃべる面白い人。<laughs> ですね。はい。優しい性格。うん。うん。見た目もいいし。 はいさすがですね、はい。性格も純粋。最高の基地性を持つ。まあ、天翼基地人ですね。災いを幸いに変え、炎上をもたらし、開運へ導くと。あ,のあと気になったのは、まあ孤独の、孤独になる暗示があるのと、親と縁が薄く、一人になりやすいっていうのと、あとなんだろう、親元を離れるへ、移動が多い、やっぱツアーが多い人、ツアー、アーティストとかにあるよくこれ持ってる人多いんですけど、ツアーがあって移動が多い人とかね。 留守にしがちとか、はい、っていうふうには一応横山さんおられたのと出てますね。はい。で、えー、っと、まあさっきも言いましたけど横山さんにとって、その危険なこの時期っていうのがやっぱこの年、2026年、27年とかで、ね。えー、毎年よくない月は6月、7月。これ皆さんもここ見てくださいね。で、えー、っと、病気事故、けがしやすいのはこの年。で、えー、この時期は、 悩んだりしがちなんですけどここねちょっと書いてないですけど、あのー、だろう病気を発症しやすい時期でもあってこの時期で病気を発症してこの次の年ぐらいでガ、まあ、ッと悪化したりとかねするして何だろう晩年とかだとなくなるったこの次の年ぐらいで亡くなったりとかねで何とか言っても、まあ、何とか言うまく言ってもそのさらにそのこの辺で、まあ、手術とか。 怪我しなんだろう手術したりとかっていうパターンだったりとかね、まあ、この辺だから要,要は要注意の体調面で注意な年ですねあの事故もしやすかったりしますでここは人間関係も埋めやすい時期ですね晩年危険な年ですでえー、これが横山さんのまあ人生の流れですねはいこういうふうに、まあ、晩年に向けて徐々にふわっと徐々に徐々にこう上がっていくタイプ でこれがまあ、えー、1年ごと占ったものなんですけども、まあ、ちょっとまとめてますんで、それをちょっと表示させたいなと思います。えー、まあ、人生、ちょっと全体的に占ってみて思ったのは、あのー、まあ、10歳くらいまでは、まあ、かなりしんどそうに見えますね。相性の良くない要素がポンときてるんですよね。なんで、まあ、10歳くらいまでは、しんどそうだなーっていうのは占ってて思いましたね。実際ちょっとどうなのか。 なんかあったのかなっていう、なんか苦しいことが、幼少期あったのかなっていうふうに思うんですけど、どう合ってるかなってないかわかんないな、これはちょっと <laughs>、合ってるのかな <laughs> ちょっと自信ないですけど、なんかそんなふうに出てますね。で、あと、ここからでも、11歳から少しずつ良くなってはいくんですけど、でもまだちょっと,ちょっと弱いかなっていうか、はい。まあ、自分の才能が徐々にこう生かされていくんですよね。こっから、11歳ぐらいから、徐々に徐々にこう良くなっていく。で、晩年までは、健康面にやっぱ要注意っていうのが、 その出てますね結構それが長い間あります。えー、中でも2022年からの10年っていうのは特にまずくて、健康面以外にも、まあ事故、怪我に要注意かな精神的にはちょっとしんどいかもしれないですね。で、えー、2012年からの10年に関しては、もう非常に、あの、イケイケの感じですね。もう幸運な時期です。もう経済的に恵まれる。まあ多分この時期で売れる、売れる、芸能人で言うと、だから、売れる時期ですよね。 売れる時期が、この2 0 1 0年からの10年なんじゃないかなっていうふうに思います。で、ど,どう、ですかね。はい、で、まぁ、あ、2032年からの10年で、こっからは何か新しいことを始めるかもしれません。あの、というふうに出てます。で、グループから外れるか、グループがなくなってしまうのかもわかんないですけど、まあ、独立するのか。ただし、この2032年から10年、あの、あまり良くないんですよね。 で、えー、2052年で何らかの病気を発症するかもしれません。で、一人よりもグループの方が、横山さんは合ってるんじゃないかなって思,思うんですけどね。気になるのはやっぱり体調面ですね。あの、ここがとにかく、横山さんはちょっと心配。これからちょっと怖いんですよね。はい。ちょっと見ますか。はい。うん。やっぱ、そう。やっぱ、ご主、ここね。うーん。 やっぱ自己怪我手術出てますよね怖いなちょっとうんまあいいか。はい、で、えー、今期モテ期なんですけども2020年から2023年までであればもういつでもいいかなともうこの時期で、うん、結婚しちゃえばいいかなと思いますけど <laughs> まあここの時期がもう非常にいいですね。あのー、多分この2020年から2023年の間で多分、えー、異性と出会うと思います。その 出出会会ううというか、ね、出会いいかがものすごく多い時期なんで、すよねで2021年から2023年っていうのは、もう特にもうバッチしで、もう絶好の今期ですね。もうここのガスとしばらくないので、ここで決めた方がいいように思います。えー、2025年から2027年は最悪なので、この時期は避けることです。2025年は代えー、2026年から2027年は、えー、大きな災いが起きやすいので、自分から行動を起こさない方がいいです。 ほほほハートマークあるでしょね。ここで、ね、売れ、ほら、ほら、ほら、ここ売れてるんですよ。でも、ここで切れちゃうんですよ。この2021年で、もう一旦パーンと切れるんです。で、えー、今期でしょね。ほら、モテ期でしょ今期の、いい出会いがあるんですよ、ここら辺で。ね。でも、ここ、こっから、この3年があるでしょだからこで、ここもあんま良くないから、やっぱり、この2023年まででもう、あの、結婚しちゃっていいんじゃないかなとは思いますけど、 2023年で、まあ、いいんじゃねえかなって思いますけど、どうでしょう。はい。ということで、えー、まあ、関ジャニエイトの横山さんを占ってみました、えー。このような感じでね、あの、皆さんも自分の性格とかね、自分の人生のこととか占えますので、この概要欄のリンクから 鑑定プログラム、よかったら使ってみてください、えー。今後もいろんな方を占っていきますので、よかったらチャンネル登録、またはいいね、よろしくお願いします。えー、あとあの、鑑定士コードもありますので、よかったらご利用ください。以上、有名人を占ってみたでした。ありがとうございました。